はい、こんにちは、さっくんです。今日はこのような車庫のレイアウトで遊んでみたいと思います。ちょっと本格的でガチなレイアウトで遊んでいきます。で、この車庫の配線もこだわって、この月検査やいろいろ行えるように想定した配線となっております。それではやっていきましょう。現在高野線と本線の電車がむちゃくちゃに配置されておるんですが、車両数が多すぎて無理です。はい、電車を減らしてみました。ちなみに減らしたのはやっぱり本線の電車です。レイアウトを組み合わせてから2時間が経ちましたが、ちょっとこの車庫ではすごいやりくりしにくいです。結論を言いますと、はいです。